茨城県知事選挙の立候補届け出の受付を開始いたします。2番です。受付順位1番は1番のくじ棒をお持ちの橋本勝さん、受付順位2番は2番のくじ棒をお持ちの田中重弘さん。こちらの工数も1枚です。ください。産業体験づくり、そして調査成果を福祉や医療や教育に生かす、環境に生かす生活体験づくりを目標に編成を進めてまいりました。ある程度順調に進展してきて、平成22年度の1人当たり県民所得は全国5番目になりました。東日本大震災、あるいは原発事故、予想もしなかったことが起きてしまいました。順調に茨城は回復しつつあります。ただまだまだ本格的な復興には道半ばであります。 TPP 交渉がどうなろうが、これからの交渉が本当にどうなっていくのか、我々も一生懸命にその動向を注目していきたいと思いますけれども、それと合わせて攻めの農業、安全安心高品質、茨城ブランドをしっかりと確認していく、それに付加価値をつけてもっと農家の儲けを多くする、そういったことにも力を入れていきたいと思っております。救急医療や中産期医療、そういった地域医療の充実にも精一杯力を入れていきたいと考えておるところであります。日本人がもっともっと積極性を持ち、英語などもうまくなって、科学技術創造立憲を支えられるような見かけにも強くなる、そういう子供にするかという意味で、教育が一番の根っこにあります。原点に立ち返りながらの県政というものをやっていきたいと思います。ありがとうございます、はい、から県民の命と暮らしと安全と幸せを守る、これが地方自治体の仕事ではありませんか。橋本知事はこの地方自治体の仕事本来の姿、任務から外れて大企業に奉仕をするような大型開発ばっかりをやってきた、そういういわば逆立ちした行政を続けてきたわけでございます。私は県民の暮らしや福祉を最優先する、暮らしが一番の県政に切り替えたいと思っております。福島の原発何ら収束しておりません。このようなことが東海第二原発にまた再び起こらないとは限らないのではないでしょうか。東海第二原発は稼働以来34年老朽化が著しく、30キロ圏内に100万人もの人が住んでいる日本一過密で危険な原発ではないでしょうか。私は知事になって東海第二原発の再稼働を許さず、直ちに廃炉にすることを皆様方にお約束いたします。自民党でさえ現在の知事6選はダメだということを言っておるわけです。絶好のチャンスです。新しい知事を皆さんと一緒に誕生させましょう。最後までよろしくお願いします。